審査員ということでお越しいただきましたけれども、今お気持ちをお伺いしてよろしいでしょうか。どうしたらですね、その多くの人がそのスマートフォンでスマホをかざしたりヘッドセットを使ったりということを行ったものにして、すごい盛り上がって新しい体験をできたなと思っています。渋谷でレース機が飛んでいるかのようにレースを観戦できる仕組みです。